こんにちは、糸仕事です。今日はお店に来て作業をしていたんですが、今ちょっと久しぶりに、織り機を片付けようと思ってですね、織りをやり始めたらちょっと楽しくなっちゃったので、せっかくなので紹介したいと思います。お店で使っている織り機はサオリの織り機の、畳めるタイプのものです。こちらが私の使っているサオリ織りの織り機です。織り方は、いろいろサオリ織りとして織ってるわけじゃないんですけど、織り機は、サオリのものですね。で、折りたためるタイプの、ここが金属の、モデルで、なんだろう、あとは装甲をこれ4枚に、改造していますというか、オプションで、前はここの装甲が2枚だったんですけど、踏み木も6本に増やして、4枚走行の折りができるようになっています。でちょっと今久しぶりにやって打ち込みが弱いところがあるんですけど、なんかこんな模様を折っていました。こちらはもう出産する前なので、半年以上前に、始めて折り終わってないやつです。ずっと放置してたので、ちょっともう若干縦糸が色あせてたりするんですが、こんなネイビーの糸と、縦糸はちょっと、もうちょっと暗い紺みたいな色も混ざってるんですけど、であとこの水色を5段ずつ交互に折っています。でちょっと面白い模様になってるんですが、これはちょっと織り機から外さないと分かんないと思うんで、また今度ご紹介します。で裏はこんな感じになっています。前に折っていた縦糸に、次の縦糸を結んで旗結びで、つなげています。もう超一番最初ぐらいに通したやつなんじゃないかなと思うんですけどはい。で引っ越しの時もこれを畳んで縦糸もかけたまま運んで仙台までやってきました。こんな感じですね。で今回ベビーベッドをお店から、返却したので、今度最近息子はハイハイしそうな勢いなので、畳をちょっとこれジモティで譲ってもらった畳があるんですけど、この畳4枚を並べて、その上にベビーサークルを置いて、息子と一緒にお店に来た時は、遊ばせておけるようにしたいなと思って、この今織り機を置いているスペースが結構広いので、この織り機を避けてベビープレイスペースを作りたいなと思って折ってます折り終わんないと片付けられないなと思って、でも折り始めたら今度楽しくなっちゃって、また次もこのまま縦糸使って同じ模様で違う色で織りたいなとかっていうふうに思い始めちゃうんで、ちょっと片付けられなくなっちゃうんですけど、まあ少なくともあっちにねちょっと移動してやろうかなと思います。はい、じゃあせっかくなのでちょっと織っているところもお届けしたいと思います。このプロジェクトは4枚走行にしてから初めてちゃんとこういう模様の面白いものを、綾織りだけじゃないちょっとこう模様のあるものを初めて織るプロジェクトなんですけど、ちょっと何やってたか全然忘れてしまって、今思い出すのにかなり時間がかかってたんですが、よいしょ、今ちょうど水色がなくなったところなので糸を出します。織りはちょっとどこで習ったとかではなく、かなり自己流でやってるので織りをやられてる方からしたら、そんなことしてっていうのがあるかもしれませんが、多めに見ていただけると、 1,2,3,4,5、 次は紺色の方いきます。You might not be at your best.
こんばんは、次の日です。今折り終わって、最後のこの結んでるところを向こう側から手前に引っ張ってきました。あとここをちょっと切って、今から折り木から外したいと思います。じゃーん、折れました。見てください。もうパッと見、この辺はもう半年以上前に折ってたところだった。最初どういう風に折ったのか思い出せなくて、さっき一回ほどいて確認して、端っこ、こっちの端っこもこれストールにするつもりだったんで、こっちの端っこも同じになるように最後平折りにしました。はい、最後巻き止めにするの忘れた。あ、けど最初もしてないから大丈夫ですね。はい、まあパッと見この辺とやっぱり打ち込み加減が最後は揃ったんですけど、ちょっと途中ここの真ん中、縞が太く見えるところとかは、ずっと放置してて、昨日折り始めたところちょっと弱くやっちゃったんであれなんですけど、この模様はこっち側から見ると、まあわかんないかな、横に浮き糸が出ていて、こっちから見ると縦に浮き糸が出ているっていう模様になっています。ちょっと水通し縮小してみると模様がもうちょっと面白く出るかなと思うので楽しみなんですけど、はい、今日は一旦これを折り木から外して房の処理をしたいと思います。今日はね、お店で発送の準備をして、糸を今染めながらこの織りの続きをしておりました。あと新しい糸も届いたので、ちょっとそれを受け取ったりですね。いやー、織り調子が出てきたら楽しいな。で、11月はイベントが結構あるので、もともと織りは東京でたくさんイベントに出てた時にこうすぐ持って帰ってもらえる、ウェア的なアイテムを作りたくてストールをたくさん折って販売してたんですけど、ちょっとまた久しぶりにやってみようかな。お店ではあまりこう完成品は売ってないからストールを売る機会はないんですけど、イベントあるからね。イベントは結構編み物する方以外の方もたくさんいらっしゃるようなところだと、こうできてるものがねあるといいので、よいしょ、編み物より比較的準備さえ終わっちゃえば早くできるような気がしているので、はい、こんな感じで、ちょっとこのゴワゴワ感、硬い感じを覚えておいていただいて、洗うともう少しふっくら柔らかくなるんじゃないかなと思うので、お楽しみに。はい、先ほど折ってたものと
あとずっと前に折ってまだ縮縮してなかったもの、同じ縦糸で折ったものなんですけど、一緒に縮縮中です。このネイビーのがすごい色落ちするんですよね。これホルストガーンのコーストなんですけど、これもうちょっとなんか押すともっと出てくる、結構やばい色落ちが、はい、なのでしっかり何回か水を変えてちょっとゴシゴシして縮めてふかふかにしたいと思います。ストールの仕上げが完了しました。水通ししたものを乾燥させて余分な糸をカットして、ちょっとスチームアイロンをかけてふっくらとさせました。で、このフリンジのところも短く切り揃えました。こんな感じですね。ちょっと柔らかくなったの伝わるかな、動画なんでちょっと微妙ですけど、ふっくら柔らかく、でも折り目は少しギュッと縮まった感じですね。巻いてみると長さはこんな感じで、くるっと巻くのにちょうどいい長さですね。はい、いつもは結構こういうネイビー一色で折ることが多くて、こちらは綾織りでネイビーで、縦糸は一緒でちょっと黒いのが混ざってたりするんですけど、はい、でこれはシルクの、これもまたベンガラ染めで染めたシルクでちょっと模様を折ったものですね。これとあともう一枚こっちも、ちょっとこう余り糸を織り込んでみたりして遊んでいますが、はい、これはもうちょっとこっちよりも柔らかくて薄い織り地になっています。使っている糸は同じなんですけど織り方が違うので、ちょっと肌触りというか布地の感じが違いますね。はい、で長さも少しこっちの方がコンパクトになっています。はい、こういう風に巻いてもいいし、半分に折って こうしてもいいし、こっちの方がちょっとあったかいかな、やっぱり。はい、11月のイベントなんであったかいやつがいいかな。ちょっとどれも少し秋口向けなんですけど、とりあえずイベントに持ってってみようかなと思います。明日といっても、もうこの動画を見てくださっている頃には終わってると思うんですけど、11月の19日の土曜日は、泉中央という地下鉄の駅があるところのセルバというショッピングモールで、去年も出店しましたケゴト市というのに出店します。ということで今日もね、せっせと糸を染めてましたけども、今日染めたのは明日持っていけるかな、朝乾いてたらちょっと持っていこうかなと思うんですけど、はい、また明日もイベントなので頑張っていきたいと思います。ではちょっと珍しい折りの動画でございました。楽しんでいただけたら幸いです。ちょっとね、なんかまたもう一枚折りたいなとかって言ったんですけど、ベビースペースを作るために折り機を動かしたらちゃんせっかく取っておいた縦糸が全部抜けてしまったので結構面倒なことになってしまったので、ちょっとしばらくまた折りはお休みかなと思います。ただちょっとこちらに見えております新しい、素敵なものがお店には届いておりますので、また次回の動画はこれのご紹介ができればなと思います。今回も見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。